石井菊次郎昭和20年5月25日は日本の外交官、政治家。第二次大熊内閣で外務大臣を務め国際連盟設立期には日本代表を務めた。特使としてアメリカで締結した石井、ランシング協定にその名を残すことでも知られる。石井は外交官としてのキャリアをフランスで開始し、深仏的でドイツに対しては 不信感を持っていたと指摘されている。義和団の乱の際には、北京公使館におり、法以下を切り抜けた。1908年に外務次官となり、1912年にはフランス大使となっている。1915年10月には、第2次大熊内閣の外務大臣に就任することとなり、フランスから帰国した。石井は、 当時地味な外交官であり、あまり知られた存在ではなかったが、その外相就任は、前外相でもある、加藤公明立憲同士会総理の推薦による、ものであった。石井は連合国への接近策を主張し、ロンドン宣言への加入や、第四次日露協約の締結を実現している。1916年の道内閣崩壊までその任に、あった。 1917年には特命全権大使としてアメリカに渡り中国問題に関する日米間の合意、いわゆる石井、ランシング協定を締結している。1920年にはフランス大使に再任され、同時に国際連盟における日本代表を務めた。1927年に外務省を退官し、 収集していた外交メモ類を資料として1930年に外交余力を表した。1936年にはアメリカで出版されている。1929年には数密顧問館となっている。日独位三国同盟の締結に際しては、アドルフ・ヒトラーとドイツに対する不信感を表明し、数密陰本会議では利害関係の一致から、 同盟締結に関して賛成するものの、ドイツは最も悪しき同盟国であり、ドイツと絡んだ国はすべて不慮の災難を被っていると指摘し、運用に関しては十分注意する必要があると述べた。1945年5月25日から26日にかけて東京は東京大空襲に見舞われた。石井夫妻は渋谷青葉町の自宅付近で行方不明となり、 その後の消息は分かっていない。この時に死亡したと推定されている。1917年、石井、ランシング協定締結時のワシントンにおける、石井菊次郎とロバートランシングによる、記念写真ワシントンで沿道の市民に会釈する、石井日韓会談出席代表を務めた、久保田寛一郎、中ペルー講師、山崎慶一、中チリ講師、スペイン講師、矢野誠は娘婿。 中イタリア大使を務め戦後永久戦犯となった白鳥敏夫はおいにあたる。ありがとうございます。